ゆっくりがお送りする願音実況動画。今回は、新マップのタクラマカン遺跡を連邦でやっていきますよ。マリサもいるからな。ちょっとマリサ前々回のセリフ泥棒を警戒してく意気に挨拶が過ぎるんじゃないですかね。いくらなんでもゆっくりもこんな短期間に同じネタ使い回すほど行き詰まってませんからね。ボケにムラがあると評判のこの動画シリーズではそんな口約束は当てにならんからな。前々回の動画まだ見てない？そんなボケあったっけ？って人はパート31の戦艦スナイプの回をご覧ください。さらっと動画宣伝入れてくるとかがめついんじゃないですかね。何度見ても面白さ長続きのゆっくり実況をあなたの好きな時間にいつでもお楽しみください。これはひどいゴリ押しだな。ではステマも終わったところで初動は B から Y 突ヘピーちゃんで出発。隠れる気ゼロのマーケティングだったけどな。では今回は実況とともに新マップの解説をこのゆっくりがやっちゃいますね。ちょっと私の出番削られてるんすけどどうなってるんすかね。新マップはマリサ解説だったんじゃないんですかね。こんな応募を許していいんすかね。おっと、おばひまつながちゃんをいただきだ。まあまあ、今回だけはマリサには解説補佐役に回ってもらうって筋書きだから。マジで今回だけだかんな。つうことで早速拠点前に着いたんで、まずはクラッカー放り込んでピザチェックですよ。入り口地雷は突にとって天敵だからな。入って格闘ブンブンもネット放題に速攻捕まる鬼しよう。このマップの拠点は従来のバズ放題の代わりにネット放題でガッチガチにガードされてる絶対防御将軍。ではライトアーマーちゃんで自軍拠点に入ってそこんとこ詳しく解説。おはようございます。ゆっくり霊夢です。完成な砂漠の遺跡に佇む箱型拠点。では早速お邪魔します。建物探訪かっつーの。渡辺敦史の建物探訪かっつーの。おはようございます。渡辺敦史です。中は土砂降りの雨も吹き込むかなりダイナミックな構造。宙吊り型のオーソドックスな拠点とは違って誰でも気軽に触れ合える。ご主人こだわりの柱拠点が中央に鎮座。だが周りには4つのネット放題でゲストをしっかりと捕獲。さらにご主人自慢の宙吊り放題4門で警備体制もバッチリで。拠点殴らせたくないってはっきりわかんだね。中央のおしゃれな照明も、雨の遺跡にぴったりなインテリア。はい。わかりました。それイジリー岡田のモノマネのやつだな。じゃもう散々ボケ倒して満足なんでマリサ解説しくよろ。結局自分がこのボケしたかっただけじゃねえの。このタクラマカン砂漠はご覧の通りおなじみの強力戦マップを回収して大規模戦マップにアレンジしたもの。従来の大規模戦と比べるとかなり狭いマップになっており、拠点も箱型の本拠点2つずつに数字拠点が2つだけ。本拠点内はさっき紹介したようにネット放題とバズ放題で四方をがっつり固めた特別仕様ですよ。まあ柱状になってる分どの機体でも削りやすくはなってんじゃね。さらにこのマップには拠点のリペアポットが初めからないという嫌がらせいらずの消耗マップ。ちょっと敵本拠点のポットを壊すというウプ主唯一の楽しみを奪わないでください。かポット壊す暇あったら拠点殴れよな。まあその分支援機による回復の重要性が増すってことだね。ちょうどデラックスガシャにコーコス支援機入れてきたからな。汚い。さすが運営。やり口が汚いぞ。まあテイコス支援機の方がタンクールで使い回せて便利だからそれほどでもないがな。つまりそういうことですよ。お前のイエスマンぶりが一層小物感を引き立てるな。それはちょっと褒めすぎじゃないですかマリサさん。ポジティブと単細胞って紙一重なんだな。といったところで2機目の P ちゃんで A 防衛にリスポンも敵の攻撃で死に寸状態。ここは両端三専用の回復ポットを非常事態なんで私にも貸し上がりください。両端三がゲロイカのお物を見る目でこちらを見ている。両端三すんません。
なんとなく居づらい空気になったので回復もそこそこに前線に移動ですよ。おっとここに空席の回復ポットがあるじゃないですか。しかしこの狭いマップではいつどこから敵が来てもおかしくないからな。とジャストタイミングで再び攻撃食らって死に寸に逆戻り。こうなればもう本拠点に突るしかないではないですか。持っててもどの道やられるほどの狭さだからな。長いトンネルを抜けると本拠点だった。どうした?急に文学ボケぶっこんできやがって。たまにはゆっくりもインテリア系アピールしようと思ってね。インテリな、インテリジェンスの方な。室内装飾アピールしてどうすんだっつう話ですよ。つうことで拠点手前で爆発飛散したんでジムトレでレーダー張りですよ。左陣営なら洞窟内のこの辺にバリっとけばいいかな。レーダーと大張りまさみアニメは関係ねえかんな。見よう。レーダーのみが持つ無限の可能性を。お前まで無駄に力みすぎなくていいんだよ。近寄るしかにのガチャへがバリってんじゃねえ。まあ確かにあの絵だけすげえ力んでるんだよな。そんなことより拠点中は雨降ってんのに洞窟ん中は降ってないのね。それ技術的に無理なんですよ。じゃあしょうがないね。この後はポットを置いて回復パリパリして適当にやられちゃいました。ちょっとまだ中盤なのにもう解説が雑になってきてるんじゃないすかね。まあ正直ジムトレは教習期のクールの間の時間稼ぎ的な役割ですから。確かにこのマップは死にやすいからクール管理は大事だな。そういえばで、編成まだ紹介してなかったね。かもう前期回してるとこ映ったからわかってるけどな。ご覧の通り P ちゃん2機にライトアーマー。ジムトレの低コスト編成にいつもの露格グフですよ。このマップは高コスト機は控えた方がいいよな。マップ狭いんでどこにいても基本戦闘を強いられるし。戦略兵器も美濃と索敵だけなんで突破防衛を繰り返すことになるかんな。逆に言うとクールの短い低、中コスト機が活躍できる戦場なのですよ。補給も安定しないから基本機体は使い捨てで突っ込ませる方が楽だしな。ウプ主は大体格闘機で突火銃撃できるですをメインに、クールがきつくなったら支援で時間潰すスタイルですよ。突する場合は中央の洞窟が比較的通りやすいかな?待ち伏せさえいなきゃだがな。今回は無傷で X の手前まで到着。拠点前で混戦状態だと意外と見つからずにネズミできるよな。おーし、こっから一気に箱ん中入るのですよ。と見せかけてグレポイジャー。グレ壁に跳ね返って入り口でやられる最悪の結末だな。そんなー。まあグレポイは中の地雷撤去に役立つからとりあえず投げてからとするのは悪かーないけどな。モビルスーツ戦でもこの狭いマップならグレ適当に投げても結構当たるしね。その後は MS 戦でやられてバリってとするけどやっぱやらるるの繰り返し。はじめのうちは結構とつれてこれ面白いんじゃね?と思ってたけど、後半もうお腹いっぱいでただただ作業してる感がすごいんすけど状態。かなり死にまくるから後半だれてくんのな。つうことで気分を変えて露格グフでバズ突でもしてみますよ。格闘機体ばっかだったからこういう変化も欲しくなるよな。地雷を踏むもバズ打って退散だ。だがネット砲台に捕まって生きて出られない模様。突は絶対殺す拠点なんですね。最後はライトアーマーちゃんで突できずにうろうろしてるところをバルカンで倒されて終了。だがどうやら連邦が勝ったみたいだな。もう勝敗なんぞどうでもいい。後半はただただいつ終わるのかだけを考えてプレイしてましたから。どうやらこの変化のないマップで20分は長すぎるようだな。この戦場は、地獄だ。こう裏キカッツーの、スカスゲート釣ってたと思ったのに拠点ダメが全然だったけん。ガッチガチ拠点だから1回で削れる量も少ないんだよな。現在は EX イベ継続中なんでできるだけデラックスチケ貯めたいのですよ。新デラックスも出たことだしな。
ということで皆様お疲れ様でした。今回は編集で若干短い動画になったな。つか線上に変化がないんでかなり苦労しましたよ。でもポイントは稼ぎやすいマップじゃないですかね。マップ狭い分敵も密集するし、突もしやすいからデイリークへの消化にはいいかもな。だけど正直このままだとプレイヤーとしてはきついですから。運営さんうまい具合に回収頼んます。ここまで具体的な回収案なしだな。それは運営様の仕事ですから。ネット放題くらいのミラクルなアイデアよろしくお願いします。ネットグレも出たし、じゃあ今度はネット迫撃砲だな。冗談ですよ。